ショートスカイバンショートスカイバンは、イギリスのショート社が開発、製造した総発ターボプロップ汎用輸送機。主に短距離旅客機や、軍用輸送機として運用された。後部カーゴドアから見た、機内スカイバンの開発が始まったのは1959年の、ことで、1960年から、組み立てが開始され、 初飛行に至ったのは1963年1月17日であった。当初は、レシプロエンジンを搭載していたが、将来性を考慮して、チュルボメカ製アスタゾウ2ターボプロップエンジンに、換装され、スカイバンシリーズ1へと命名されて、同年10月2日に初飛行した。最初の量産型は、アスタゾウ12エンジンを搭載し、スカイバンシリーズ2と命名された。 1968年からは、ギャレット製 TPE-331 エンジンを搭載する、スカイバンシリーズ3に生産が移行した。スカイバンの胴体断面は、最大限の搭載能力を持たせるために四角形であり、主翼は上、翼構造で、膠着装置は、固定式、水平安定板の両側に垂直尾翼を立てた構造である。 これは短距離の小型輸送機という用途に特化したためである。日圧式のキャビンは旅客輸送仕様で19名の乗客を乗せることができ、後部には貧自式のカーゴドアを備えている。1986年まで北アイルランドのベルファストで生産され、総生産数は153機。軍民問わず多くの国で運用され、日本でも かつて海上保安庁で運用されていたオーストリア空軍のスカイバン。ありがとうございます。